できる方はお立ちください。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み義を行い、心の中の真実を語る日、その人は舌を持ってそしたず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、神に捨てられ人をその目は下げすぎ、主を恐れる者を誘う、損になっても立てた視界は変えない、金を貸し眠り損を取らず、罪を犯さない、人に背いて色を取らない、このように行う進め進め進め、永遠に向かって、神の言葉信じて従い進みゆこう。進め進め進め、永遠に向かって、顔と顔を合わせて主を崇め讃える使命。進め進め進め、永遠に向かって、神の言葉信じて従い進みゆこう。進め進め進め、永遠に向かって、顔と顔を合わせて主を崇め讃える、新しい世界へ。いつもいつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる、あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる、私は愛されています、私は祝福されています、
あなたは私の助け力、私は愛されている、いつもいつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる、あなたは私を愛して、最高の人生を与えてくれる、私は愛されています、私は祝福されています、あなたは私の助け力、私は愛されている、私は愛されています、私は祝福されています、あなたは私の助け力、私は愛されている。すでに私の計画と技はなされていると知らせます。信じなさい、従いなさい、あなたはその現れを豊かに見るであろうと知らせます。この東京アントニオ教会におけるこのセンターとしての役割として、特にこの感謝と賛美の教えを
さらに発信していく、さまざまな方法で刷新していく必要があると主は言われます。感謝と賛美の教えが広がることを通して、多くの者たちが祝福を見、また栄光を見ると主は言われます。それゆえ必要な事柄を語り、また対応していきなさい。この五大陸すべてにおいて、このオンライン礼拝の会員の方々がこの存続するようになる中で、この感謝と賛美の教えというのは、それぞれの大陸における民族、言語、国民の方々のうちに述べ伝えられていくとしか言われます。さらにオンラインを通して感謝と賛美の働きが大きく広がっていく中で、私の栄光が豊かにその中で現れていくとしか言えます。またこの賛美隊としてのこの使命の全うということもあり、またこの五大陸における働きの中で、このあらゆる民族、言語、国民の方々がそれぞれのこの国の言葉で新しい歌を主に歌うようになるとしか言います。御国を思いて、We lead to you, 主よ、与えてください。語るべき言葉、命の歌、救う恵みと後に起こる真実を、御国を思い出語り歩む。どうぞお座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、イエス様を信じて洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々にはこの式に加えることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中で、イエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒を豊かに祝福し、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人人に恩かどんちの恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。クラノの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエスはパンを取り、祝福して後ほどを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。皆さん黙示をお祈りください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。